今日はね、ほらこれ見てみ、これね、親父のね、退院祝い、ちょっと早めの退院祝い買ってきたからね、ちょっと今からね、開けてみまーす。勝手に勝手に買ってきて勝手に開けちゃうからね、駅でーす。これね、めちゃくちゃやべえやつでね、今これね、いくらするかみんなわかる？あ、ドラゴンボールヒーローズやってる人だったらね、わかると思うけど、めちゃくちゃ高額でね、まずいくよ、まず1枚目いくよ、大新刊。これね、多分ね、今ね、2万5千円ぐらい、これは親父の病院の1ヶ月代ぐらい。で、2枚目いきます。2枚目、これ暗黒仮面王の未開封、これ今ね7万ぐらい。綺麗だな、これ。で、3枚目いきます。3枚目、ヤムチャ、これもね未開封、これはね多分ね未開封で4万ちょっとぐらい。今めちゃくちゃね値段が上がっててね、これもね1ヶ月ぐらい前1万円ぐらいだったの、今じゃもう4万5万で買えないからね。で、メインのベジットです。ベジット、これね買い取りがね今ねどこ行っても19万ぐらい、めちゃくちゃ高くて、これだって1ヶ月ぐらい前はまだ10万いかないぐらいだったんだよ。それが今じゃ19万で買い取ってくれんだね。これもしかしたら半年1年寝かしとけば、売らないで寝かしとこうかなと思います。で、これ親父の退院祝いなんだけど、まあね、これちょっとリサイクルショップ持ってって今いくらになるかちょっと聞いてきたいと思います。ですので、みんな親父は近いうちにそろそろ退院すると思うので、皆さん待っててください。で、妹にプレゼントしたい人はここまでどしどし連絡してきてください。全部妹がもらいますので、私は一切もらわないので、妹が全部もらってリサイクルショップに多分売りに行きたいと思いますので、では、以上。